おはようございます。さあ今日は引っ越しですよ。よし、さあこれから新居に一旦行きます。最悪なことに雨です。なんで雨なんだ。ご飯は朝マックにします。楽しみ。着いた。はい、まずここは3階の3階です。これがバルコニー、マイバルコニー。独り占め。3階で1部屋しかない。はい、入ると下駄箱、こっちがキッチン、まずはもうこんだけ広さ的には狭め。でクローゼットがね、こんな感じですね。であとはお風呂、洗濯機、洗面所、トイレ、シャワーだけっていう感じです。お待ちしてます。さあ新居に来ました。なんかバスの立ち会いとかがめんどくさいですね。でこれから少し作業をしてレンタカーを借りて元の家に戻る。荷物を取って運び入れます。早くキッチンで何かをしたい。一旦外行きます。雨がやばい。さあこれからレンタカー借りてそのまま前の家に行きます。父親が手伝ってくれるのでピックアップして向かいたいと思います。雨が強くて風が強い、もう最悪ですね。頑張ります。はい、こんな雨と風の中軽トラです。これから土をピックアップしていきます。無事に運び終わりました。ピチピチョ。ちょっとまだ汚いですけど帰ってきてからやりたいと思います。とりあえず、父親とご飯行ってレンタカー返す。帰ってきて片付け楽しみです。行ってきます。一旦帰ってきました。すごいことになってます。その前にちょっと動画編集しにどこか行こうかな。ではここやっていきます。
少しも落ち着いて、今日は仕事を全然してないので外に仕事しに行きます。明日 Wi-Fi が届きますので、そこからはもう引きこもります。今日までお許しください。行ってきます。まさかマックがダメだったので、今日はもう家でやります。ごめんなさい、ちょっとオフラインでやれるところまでやっていきます。ちょっと買い出しをしてみます。買ってしまった。ここの家にはシャワーだけしかないです。もうスペースも1人分ですね。はい、177cm の私が入ったらこんな感じです。もう少しでも暴れたらガン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 言います。行ってきます。明日やることをノートに書いて寝ます。おやすみなさい。おはようございます。ボンバーズね。Wi-Fi が午後なので、午前中はどこかで作業しに行きます。 Mac かな。もう今日晴れてるね。今日はいい天気ですね。昨日の引っ越しの時このぐらいだったら良かったのにと思います。 Mac、 やっぱり Mac にしました。熱いもの食べて熱いもの、一応100均買ったけど入れなくなったって話します。ザルとパスタ、湯切りするためのザル、まあ、米食べた時にも使えそうなのに捨てるように。まさかの無印が閉まった。さあやっと Wi-Fi がつながりした。ちょっとあの機械がちょっと見栄えが悪いですけども、ネット環境つながったので引きこもります。とりあえずコーヒー入れて作業。フォトショップ入れました。ちょっと今動画の書き出しをして時間あるので、ちょっと書類を外に出していくついでにちょっと散歩してようかと思います。なんか空の色がいい感じですね。帰ってきてよ。クローゼットの中にあるものを整理していきます。
おはようございます。ちょっとやっぱ夜にパソコン作業すると次の朝疲れてますね、目が。この感じ久々です。寝起きが悪い。とりあえずコーヒーとオートミールです。買い出し行きます、今日は天気がいいですね。結局何も買いませんでした。ちょっとまた夜ご飯の時にスーパー行きたいと思います。レッツ作業。床にゴロンとしたら寝ちゃってました。ちょっとこれから食材調達に行きます。はい、できました。ただ炒めただけ。いただきます。はい、卵6個と胸肉、相当タンパク質は取れます。いただきます。おはようございます。寝過ぎましたのでコーヒーとオートミール食べてすぐに作業します。今日は昼に知り合いの人とそこら辺の公園ランニングする予定なので集中します。これから東伏見公園っていうところにランニングしていきたいと思います。また夜に帰ってきたら作業ですかね。リフレッシュ。やっぱランニングっていいかもしれないですね。ずっと家に閉じこもってたら膝が痛くて、ちょっと天気次第なんですが明日から
ランニング取り入れていきたいと思います。まあ一番いいのはやっぱ気持ちいい。気持ちいいし、引っ越したてなので、ちょっと土地感をつかむために、そこら辺走りたいと思います。ユニクロがあるなら、ユニクロやって帰る。帰ってきました。DVD 借りたので夜見るとして少し寝ることをやりたいと思います。今は5時17分ちょっと早いんですけど、ご飯にしていきましょう。今日は焼きそば、具材はこれだけ。作る感じですね。立ち寄ったツタヤで買いました。勉強するぞ。ちょっと眠ってしまいました。おはようございます。今日このボンバーの部屋をこの後切りに行きますので、まずは準備します。では美容室行ってきます。髪切ってきました。ただ前から見た目はそんな変わってないですね。どういう時もやっぱりその調べたらいろいろ見つかるんですよ。ハウスとか、ただその調べるっていうことがないっていう採決があって今に立ってるわけなんですけども、まあ、もし僕がやっぱり大学と講師を使っている、まあ、大学の方なんですけども、これは思ってますね。今それは今完全にやめて自分たちのフランスとかその辺だと頼まなくか、僕は確かインディードとかで結構何回も仕事もらったりしてて、これからグレイテストショーマンを見てからの作業に入ります。寝てしまいました。ちょっと最近寝落ちが多いな。第1記事、まあ、3000年から4000年くらいなので、まあ、大体3分1日1本、ね、1日1本フランサーズとフランサーズ、うん、どっちがいいんだろう、めっちゃ聞かれるんですよ。これが数字比較記事まで書いた。これから30分ぐらいランニングしに行きます。なんか買い物して帰ります。さあランニングから戻ってきました。今日の収穫は裏道を知れたことと運動不足を実感したことです。ちょっと運動量を増やしていきたいと思います。お風呂